リ帰立候団、関帰立候団、関帰立候団,団,団、喜びを通じて力を、略称、KDF は、ナチス党政権下のドイツにおいて国民に、多様な余暇活動を提供した組織である。ロベルトライヒキーるドイツ労働前線、ダフの下部組織として、国家の管理のもと、旅行、スポーツコンサート、祝祭展などを企画した。この活動の目的は、ナチス党の理想を行き渡らせ、 統制権下のドイツへの忠誠心を高めることが目的だった。歓喜立候団は、娯楽の喜びを通じて、労働の力を回復させるための党組織で、1933年より音楽コンサート、日帰りから長期までのパッケージツアー、リゾート地やクルーズ船での保養など、それまで労働者階級には手が届かなかったような中産階級的レジャー活動を、 広く国民全体に提供した。バルト海の流言島の砂浜にある巨大な雇用施設プローラや数多くの大型クルーズ船、いわゆる KD 海支付はその恒例である。他の主要な渡航先として大西洋にあるポルトガルリョーマデーラ島などが挙げられる。1934年から1939年の間に約4500万のパッケージツアーが販売しており、当時としては 世界最大の旅行代理店とも評価されている。当時配布された旅行パンフレットは、ベルリン工科大学の観光歴史アーカイブに所蔵されている。寒気立候団は単に国民へサービスを提供する、組織ではなく、究極の目的は、余暇活動を上流階級から、軽い階級まで、あらゆる大衆に格差なく提供し、階級ごとに分断された。 ドイツ人を階級対立のない筆の民族共同体にまとめる橋渡しをすることであった。また、性の喜びを肯定する余暇、スポーツ、演奏会、祭典などの機会を国民に提供することで、ナチスの理想とする力強さや美しさといった共同体の理念や存在を大衆に全身で理解させ、信じさせようというものだった。ナチスの幹部はすでに戦争が回避できないと、 察知しており、労働者に休暇を与えることで低賃金でも不満を漏らさないようにするというガス抜きの意味もあった。提供されるサービスは労働者にとって恩恵が大きく、ナチスに否定的な戦後世論でも歓喜立交団を懐かしむ者がいるという。国民的余暇組織のアイデアは、イタリアのファシスト党のドーポラボーロ、ドパラバロ、正式名称、全国余暇事業団オペラナッツィオナーレドーパラバロ、 仕事の後の余暇を通じて労働者をファシングに親しませる組織から借りたが、歓喜立交団はその活動を職場単位にまで拡張した。歓喜立交団は提供する活動を増やし、大衆の人気を博して、ドイツ最大級の組織となった。九百三十九年までに七千人の職員と十三万五千人のボランティアが歓喜立交団のために働き、スポーツ、生涯学習。 旅行、夕べの催しなどを管轄する仏局に分かれていた。20人以上の労働者のいる工場にはすべて、換気立候団の委員がいた。ある推計では、1939年までに2500万人以上が活動に参加したとされている。換気立候団は1939年に、これらの国民的活動を称えられ、国際オリンピック委員会から、オリンピックカップを贈られた。 アドルフ・ヒトラーが寒気立候団の提供する休暇により労働者が回復することを望んでいるという言葉が残されているが、後年の研究者はヒトラーはそれほど関心がなく、企業も労働者が休むことを望んでいなかったが、寒気立候団の運営に関わる者が目的達成のため権威を利用した別像と推察している。戦況が悪化すると客船は病院船に転用され、 一部の積み立て制度、口述が保護にされるなど提供されるサービスが削減された。寒気立候団は勤労大衆のための手頃な価格の自動車の購入に関与した。これはヒトラーが政権についた直後に発表した国民社構想に基づいてフェルディナント・ポルシェによって設計、開発された後にフォルクスワーゲンタイプ1となる乗用車である。 1938年に正式に、寒気立候団の車、KD カイバーゲン、カーデーフバーゲンと名付けられた。同年、ニーダーザク選手に進途し、寒気立候団の車を生産する、町、シュタットで KD カバはゲンス、KD イシュタットが建設され、生産工場や労働者住宅が建てられた。戦後は、ボルフスブルクと改名され、フォルクスワーゲングループの本部が置かれている。 寒気立候団は労働者向けに寒気立候団の車を購入するための特別貯蓄制度を設けた。これは一般大衆でも車を買えるようにした積み立て制度で自家用車に乗りたいなら毎週5マルクためよう。会 NF マークダイボーハムスト DU、スパレン、ビルスト DU イムエーゲネンバーゲンフェレンのスローガンの下に33万6千人ほどが積み立て金の支払いを行った。しかし、 翌年の第二次世界大戦の開戦により実際に納車されることはほとんどなかった。自動車工場も戦争遂行のために軍用車生産へと回された。第二次世界大戦の終結後、新たに創業したフォルクスワーゲン車は積立金を支払った人々に応えて、寒気立候団が実行し得なかった納車を行っている。また同モデルは1978年まで、 モデルチェンジなしで生産され、世界各国で販売された。ナチスは1936年にハンブルクで世界構成会議を開催し、歓喜立候団の活動により生産性が向上したと PR したこともあり、労働者の休暇が外国からも注目された。日本では1938年に歓喜立候団をモデルとした日本構成協会を設立したが、 精神論な考えが強調され、休暇を与えるのではなく、体を鍛えるなどの活動が中心となり、広がりを見せないまま数年で収束した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。